どうも、リュウジです。本日もレート1600のランやっていくんですけれども、今ね、めちゃくちゃ調子がいいです。現在のレートがこちら1564。これね、多分過去最高だと思います。ね、このままこの流れで1600目指していきたいんですけど、ね、スタメンを少しね変えたので、こちらもご覧ください。こちらになります。まあ、前回の動画でもね紹介したんですけど、まずこちらフェキールね、まあまだね適合率が 65.7% と少し低いんですけど、かなりね使い勝手が良くてですね、ビルツと併用して今使ってる状態です。なんでフェキール持ってる人はねぜひ使ってほしいですね。まあ使ってると思うけど、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、もうこの辺もね本当に使用感がいいというか、めちゃくちゃ使い勝手がいいですね。でキック力、ボディコンもあるんで、まあ強いんですよね。でしかもこのプレイスタイル2列目からの飛び出しっていうのがかなり効いてて、前線でキープするとめちゃくちゃいいタイミングで飛び出してくれるので、得点能力も高いんですよね。めちゃくちゃいいですね。もうめちゃくちゃいいしか言ってないけど、めちゃくちゃいい。はい。であとはもともとね中盤ベリンガムを入れてたところにビエラを入れてます。ベリンガムもねすごくいいんですけど、やっぱビエラの飛び出し魅力だなっていうところと、まあコメントも見させてもらって、ビエラ CMF で今使ってるんですけど、まあ使い勝手がいいんでこれでやってます。でその他はまあいつも通りといった感じなんですけど、このメンバーで1600目指していこうと思います。では早速行ってみます。マジでねフェイキールの使用感ほんといいからな。1560同じぐらいですね。よろしくお願いします。ちょっとムバッペが不調という感じですけど、まあ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 このままいきます。お相手さんがこんな感じ。おお、 FPS カットっすね。お願いします。おっしゃ、いくぜ。1回 S だかな。 OK、 ナイスワンツー。これはゴーだね。どうかな、ムバペ。うわー、惜しい。ゴトマン、やばめかもしれない。うわー、マジかよ。フェキール、フェキール、ナイボー、ビエラ抜けてきてる。おい、ロナウド決めてくれマジか。今のもね、ビエラの飛び出し、あとフェキールのラストのスルパスですね。前半 1-0 っすね。オッケーオッケー、いよいよ。さあ、変えますよ。もうね、ハーランド投入っすよ、ここで。絶好調ハーランドなんで。とりあえずは、ハーランドだけでいいかな。よし、これでいきます。よし、後半スタート。さあ、ビエラ、1回ロナウドかな。で、ハーランド、ロナウド出てる。オッケー。内部、中。いない、いないな。ハーランド。よし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 。危ねえ。とりあえず展開した。オッケー、アーノルド。さあ、ハーランド。ロナウド出て。オッケー。決まった。よし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 。2点目です。さあ、ここで、はい、フェキールに変えてビルツ投入します。今のところいい感じで。おっと、それやばいよ、ディニスロー。うわ、マジかよ。マジかよ。アーノルド、ビエラ、ビルツ、イニエスタ、一回、うわ、ちょっとずれたな。うわ、マジかい。オッケーオッケーオッケー、まだある。ハーランド。いや、ビルツだ。ビルツ。いや、よかった。かー、よかった、今のは。お、早っ。誰だ、こいつ。リブラメント。コーナー怖えな。87分。いやー、ここはやる。マジっすか。いや、終わったな。もう時間93分や。もう取られてもって感じだよな。動画撮った途端に終わったよ、もう。いや、結構勝ってたんすけどね。悔しいなぁ。10下がりました。1554。よっしゃ、気を取り直して2戦目いきますわ。同じくらいですね。1535。よろしくお願いします。センターバック、バランに変えて、ベディアシレ投入してます。
相手の方は、おー、アイコニックめちゃ多い。カンナバール負けれれ、強そうだな。お願いします。ロナウド、イカ、アテル、オキール。行こう。おーしい。決めるよ。ドカンと。イニエスタどうしようかな。オケイ、デイビス。いいのいった。いや欲しい、マジで欲しかった今の。エキール、ロナウド、オッケー、ムバッペ、イニエスタ出ろ、飛び出し、オッケー、イニエスタ、待って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 、いやまずってるこれは、いやチェフ、終了、交代なしでいきます。カモビンが、やばい、ここダメだ、フェキール、オッケー、ムバッペ、オッケー、スルプス、ロナウド、ドン、マジか、あ、相手ハーランド出してきたぞ、アンディコールも出てきた、スパサブ2枚出してきたね、行こう、フェキール、いや、フェキールいけるぞ、いけないか、やべえ、危ねえ。さすがに連敗はしたくない。おお。負けれれ。おっ。マジかよ。ビルツとハーランド入れてます。あーマジで、あるぞ、オッケー、ニエスタナイス、ロンゾ、オッケー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 、ナイスナイスナイス、まず1点返したよ、3分ある、いやまだいける、劇的同点弾を、同点弾を、ハーランド出てくれ、よし、なんかいるか、行くぞ、143、はい、ということでね、動画を回した途端に2連敗というね、もう最悪の展開でフィニッシュしたわけなんですけど、まあね、あのフェキールいいところ見せたかったんですけど、ほぼいいとこなしという感じです。まあフェキールに限らずね、全員そうだったんですけど、まあ、やっぱりアイコニックの補給とか、あとは、まあ、FP ガチャとかで有望な選手はやっぱり狙っていこうかなと思います今後。あとね、コメントでも、この選手ここに置いた方がいいよとかっていうコメントは、今まで通り、皆さん書いていただければと思います。すごく参考にしてますので、よろしくお願いします。では、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。